鉄路説は鉄道を記念する中華民国の記念日。6月9日。日本での鉄道の日に相当する。6月9日に制定された由来については2説ある。新朝時代の中国において、当初鉄路がイギリスの鉄道技師で鉄道の父と呼ばれるジョージス・チーブンソンの生誕100年にあたる1881年6月9日に寄行されたことによる。戦後、 大陸における成長の後ろ身だった中華、民国政府統治下の台湾では1965年から、これを根拠に鉄路説を制定することとなった。新朝統治時代の台湾においても、当時の台湾準部だった、流明伝の近代化政策により、現在の中間線にあたるキー・ルーン駅と台北駅間を結ぶ路線、 前代鉄路省無双局鉄道が1887年6月9日に寄港された。中華民国政府は1981年に当初鉄路機構100周年を記念する行事を台湾で開催するなどあくまで大陸側の鉄道機構日をもって鉄路節を記念している。台湾側の鉄道事業とは本来は無関係であるが民間では 流名伝鉄道由来の記念日として定着している。毎年この時期に台湾鉄路管理局では鉄道文化の啓蒙、増進などで特筆的な貢献を見せた有料な鉄道ファンに対し国籍不問で大鉄の友の称号を授与している。ありがとうございます。